い、どうも、波乗りです。マスターリーグ続きやっていきましょう。はい、今回ですけども、コパリベルタドーレス、決勝トーナメント、1回戦ファーストレグ、リバープレート戦、そして、ブラジルメイドセリエ第12節フラメンゴ戦、この2試合やっていきたいと思います。はい、前回裏での2試合は、リーグ戦ね、1分け1敗ですね。はい、そして前回の結果によってリーグ戦は8位です。ちょ、下がってきましたね。失点は減ってるんですけど、得点がなかなか取れない。ちょっと夏の補強で、イグアイン、ペドロの代わりを探さなきゃいけないのかもしれないね、これは。だから今ね、ちょっと前田に今、移籍リスト加えてるんで、ちょっと前田今、放出候補です。マジでね、長年ね、結構初期の時から使ってきましたけど、とうとう前田は機能しなくなってきたんで、前田の代わりを探します。夏の補強でね、そこがね、今シーズン夏のね、メインの補強だと思います。はい、そしてコーパリベートドールスと決勝トーナメントです、今日。リーベル戦ね、グループステージでやりましたね、リーベルと。まあでもリーベルには、グループステージで一回も負けてないんで、まああのイメージを継続してやれればいいです、全然。で、今回アウェーなんで、アウェーでまずもうアウェーって先取っちゃえばすごく楽なんで、まあそこに繋げましょう、絶対ね。リーベルへの今苦手意識ないですから、まあそこをね、得意意識をね、ちょっとね、植え付けられるようにね、ちょっとやっていきます。はい、リバープレート戦のスタメン今日これでいきます。ゴールキーパーネット、左からビラーギ、ダビド・ルイス、バルトラ、カラブリア。で、中盤にハウフィ、セバーリョス、タリスカ、左にリシャルリソン、ワントップ以外に絶好調です。で、マウコを右に入れます。まあ今日センターバックちょっと、バルトラとマノラス変えてますけど、不調だったんでね。バルトラちょっと不安ですね。ほんと初期の安定感がなくなってきてるんで、ここマノラスに完全にポジションが奪われてる状態なんで、これバルトラが安定できれば、まあ僕は安心して使えるので、なんとかバルトラね、名誉挽回ね、してほしいと思います。で、今日、リバープレートに関しては、まあ前回とあまりメンバー変わってないですね、これは。前回誰にやられたんだっけな、ちょっと忘れましたけど、まあ2トップのハビエルとソリアの彼ら要注意なんで、彼ら止めないとベスト8はないですね、これは。ほんと最初のコパリベでね、なんとか本当に決勝トーナメントまで来ましたから、チャンピオンズリーグの時なんてね、最初の時グループステージで敗退してましたわね、出た時。なので、それよりは全然いいんで、まずはベスト8へのちょっとね、道のりをね、なんとか繋げたいと思います。このリバープレート戦でね、絶対勝てなくないから、はい。さあ、リーベル戦です。グループステージでは勝ちましたけど、なんかグループステージとはなんか違った戦術してきそうですから、まずここを止めなければいけないね。でもリーベル敗れれば他そんな強いチームいないと思うんでね、多分大丈夫だと思うけどね。さあ、今日は最初、アウェーなんで、アウェー点をまず最初に取れるかはこれ大事ですよ、今日は。イグアインだな、イグアインも波が激しいからな、これ。タリスカ。はい、タリスカ。左足のシュートが来た、オッケーオッケー。あ、このツートップよ。このツートップに回されると怖い。カラブリア。中盤の、太陽、おい、レイス、おい、レイス先制リーベル。いやー、レイスの軽率なクリアミスだ。こういうのだね、ほんとね。いやー、これですよ、ほんとに。誰だ、これ。左サイドから、これ、レイス。いや、違うよ。そっちにクリアしてない。本当に。リーベル、これ、引いてくるぞ、これ。絶対。タリスカ。タリスカ、引いて。リシャリソン。ファール、よしよし、来た。オッケーオッケー。タリスカのとこファール。タリスカ、あんま決めてないからな、本当これ。さすがに決めよう、もう。タリスカ、はい。タリスカ、決めよう。タリスカのフリーキックはシュート。うえーば。カラブリア、まだある。ここで、跳ね返して。タリスカ、タリスカ、キープしろ。そう。キープして、はい、ウト左足のシュートはキーパーセーブ、なぜこれ止める。で、ここ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 バルトラシュートねと。いや、ミスが多い、本当に。このミスをなくしていかないと、こんな大舞台で勝てないぞ、ビラーギ。マーコ、危ない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 シュートねと、セーブ、2連続。マーコ、行けマーコ、取れない。誰ですか。キープして、カラブリア。クロス入ってきて、ヘディング、シュート、2点目、リーベル。トレード、今日2点。いやー、ちょっとリーベルの調子に乗らせてしまった、これは。リーベルの本領が発揮されてしまった。ちょっと今のはしょうがないけどね、これは。これ回されてさ、中の対応だな。バルトラ全然ダメじゃん、君は。アウフィ。でも相手は調子乗ってるかな、これで。はい、タリスカ打とう。左足のシュート、セバーですね。ここね、縦入ってきて、そこ、レイスだよ。レイス、シュート。3点目、リーベル。何これ今日は。どうした。いや、もうなんかこれダメだね。中盤締められないんで、真ん中ね、これ全然。これさ、ここですよね、中盤。セバーですが、もっと左かなきゃダメなんじゃね、これは。いや、ダメだよ、これ。いや、今日おかしいですね、今日。リーベルがおかしいのは、こっちおかしいのか、どっちなんでしょう、これは。いや、でもこっちがおかしいんだろうな、明らかに。ちょっとマークン変えて、もうキンテル入れる、もうダメだ。早めにもう動かないと死ぬ、今日は。ハーフィー変えて、もうキンテル入れますもん。人数増やさないと負ける、今日は。で、ペドロは途中から入れます。イグワインがなかなか目覚めないな。これが今課題ですよね。はい、タリスカ、タリスカ入ってきて。タリスカ、はい。イグワイン、よし。はい。タリスカ打て。左足、シュート、よし。1点返した。オッケー、タリスカ1点返した。これアウェーゴールゲットです。1点まだわかんないよ、この時間帯で点取れたから。これからです、これから。ここでね、伊藤からセバーリョスで、セバーリョスからキンテーロ、タリスカとこれワンタッチで入って、これでイグワインが落として、これを裏抜けて、タリスカ素晴らしい、これだよ、この形で。右よ、カラブリアよ、これ。カラブリア、中中中、タリスカシュート、危ない。よし、じゃあ変えましょう。意外に絶好調だけど、ペドロ変えます。ペドロのスパサブね。もうスパサブ3人も入れてんのにね、今まで全然点取れてないからね。ビラーギ、逆クロス、危ない、シュート。はい、伊藤のスパサブ、早いよ伊藤は。
早いよ早いよ、はい、トウが入ってきてクロス来た、ペドロシュート、よしよし2点目オッケー、あと1点差、アウェーテン2点取れました、ナイスペドロ、伊藤のすげえな、個人技から始まった、これはペドロが追い返すか、これはあと1点で勝ちみたいなもんだよ今日は。いや伊藤早いな、スパサブだから、やっと伊藤が目覚めましたよこれで、ペドロ中しっかりクロス合わせた、ペドロない、うわー3対2でも OKOKOK よく上げて取れた。いや前半が悪すぎたね今日は本当に、まあミスからの失点もありましたねしね、ダビド・ルイスのねあのミス、あれがなければ2-2で勝ってたんだよ。でもこれは2点取れたってことはまだねセカンドリーグ可能性ありますから、失点しないでいこう。いやもったいないね、後半は完全食いやばだったけどね。まあでもあれ続ければいいってことですよ、正解はね、あれは正解ですから、セカンドリーグそれを続ければいい。他の試合結果見てみますか。フラミンゴ勝って、あとはインターナショナルとアトリチコミネイド2-2と、あとクレゼリも勝ったね。まあブラジルチームが普通に強いね、コパはね、食いやばをそこに乗っかれるからですよ。この1回戦で負けてたらもう終わりですからね、ほんと夢がね滅びますから、なんとか次で 1-0 でもいいから勝つことこれです。はい、フラメンゴ戦のスタメン今日これでいきます。ゴールキーパーネット、左からビラーギ、ダビド・ドイス、マノラス、ファギネルで、中盤にハウフィ、セバージョス、タリスカ、左リシャルリソン、イグワイン、マーコンでいきます。前回のまあ敗戦が悔やまれますけどね、うん、でも失点なくせばこのチーム勝てるからね確実にね。なのでその失点をこのフラメンゴになくせるか。フラメンゴに関してはジエゴ連引きかね、相変わらずね要注意人物で、今日フラメンゴ8位で追いかけてきてるから、これで勝てれば、まあ、上に行けますよね。このシーズンコパリベ負けた時のちょっと保険かけとかないといけないんで、なんとかフラメンゴこれ倒してちょっと上に行けるね、保険かけておきましょう。これはじゃないと今シーズン何もタイトルねかけられないですから、はい、やっていきましょう。今シーズンはじゃなくちゃんとリーグ戦戦えば全然なんかフラメンコでもねリーグ優勝できる可能性しますよ。これは前半戦昨シーズン良かったんで、そのイメージを続けていけばいい。これはねそうやっていこう、今日は勝てる絶対ね、前回の攻撃を続ければいいから。空中戦も強いし、あーそれダメ、中入ってきて危ない、おいセバリオス、ちょシュートが来た、危ない、右からの攻めがない。ファギネル、ファギネル来た、ファギネルはない、ファギネル、クロス、左足でクロスで、ダリスカ、ヘリング、シュートは、うわー悪くないね。リシャルリソンフリー、よしビラーギ来た、ビラーギはうわービラーギ遅いな、セバルス入った、セバルス、はい、と右足のシュートはいいシュート、入ってきて入ってきて、ハーフィー、シュートネット、ナイス、トップじゃ、タリスカ、タリスカ入ってきた、タリスカフリー、タリスカフリーよ、はい、打とう、左足シュートは惜しいすげえの打つな、ハーフィー、ハウイ潰せ、惜しい、いやー中入ってきて、レイス、危ない、シュートー、フラミンゴ先制、いい感じだったのになー、守備はジエゴは来たー、失点の癖が減ってきてないよこれ、どんどん増えてきてるよこれは。ここですよね、ここでカウンターでさ、ここでさ真ん中入れられたんだよね。でレイスはもう遅かったね、中閉めんのが。いや攻撃はいいんですけどね、毎回守備だよな、ちょっと俺の癖が出てきちゃってるんで、なんとかこの癖をなくしていかないと、本当にまた同じことだからね。これはちょっと後半修正していきます。ファギネル、ジエゴか、ジエゴ、よし潰した、ジエゴ潰して、ハーフ行け、ハーフ行け、マウコンか、マウコン行け、マウコンのスピード OK、 マウコンは速い、マウコン速くて、タリスカ、はい、タリスカ打とう、左足のシュート強烈、マウコン、マーコン、それ捉える、あー捉えた、オッケーオッケー、マーコンとこファリオ、でこれタリスカも狙っちゃっていいんじゃない、これ入るよこれ、下手したらタリスカ、タリスカさあ入ってくるか、タリスカフリーキック、うわーもうはい変えましょう。で意外に変えてペドロ入れます、スパサブね、もスパサブも意味なくなってきたねこれね。でハーフィー変えてキンテル入れます、で伊藤も入れましょう。マーコン今日調子よかったけどね、マーコン今日悪くなかったです。でよーしタリスカに入った、タリスカに入って、イグアイどこ行く、はい来た、イグアイ、タリスカシュート来たー、オッケー同点、すごいシュート、タリスカー来たー、2試合連続ゴール、タリスカ、コーパ、コパリベから2試合連続です、素晴らしい。やっぱ今日調子良かったもん、タリスカのシュート、これ全部枠、ほとんど枠に行ってたからね、やっぱすげえな、85のこのシュートですよ、総合値これですよね。これマーコがよくタリスカ入った、ここで入ったことがもう決めてるよねこれは。でイグアインがこれタリスカのシュートコースを作って、シュート素晴らしい、いやいいタイミングでスパサブよこれは、うん、意外に良かったけどねあの動きは。でタリスカ行こう、タリスカ行こう、よーし取った、タリスカ取って、ペドロ、ペドロはよーし来た、伊藤、よーし、はい来た、伊藤決めろよ、伊藤、よし決めた、ファールは、ファールは、ちょっとふざけんな、あいつ戻ってくんじゃねえよお前、オッケーレイス、オッケー、フラメンゴ確率に、確率おかしくなってるよこれは、中盤こんなボコス回転も、はい、キンテロ打って、左足のシュート、オッケー、さあここでサイド中か、ペリオが来た、ペリオか、中入ってきて、危ない、シュート、延引き、おちょっと、あネット、ふざけんなお前、ネット、ネット、おぶねえ、ちょっと中キンテロ、あーやばいやばい、レイスレイス、シュート、ネット、おー嘘でしょ、フラメンゴ逆転、延引きだー、もう
いやー、ちょっとネトのキックミスから始まったな、これ。ネトがこの前にミスしたんですよ、これ。なんとか逃れたんだけどね。そっからっすよ、もう最悪ですよ、これ。真ん中これさ、来てさ。いやー、もう終盤だから、もう守備もボロクソですね、もう。ビライ来い、ビライ、よし、来た。はい、ペドロ来いよ。ペドロヘディングシュートはうまい。フラミンゴ戦も敗れる。2連敗公式戦、あまりいい流れではない、これは。いやー、もう失点が増えてますね。この失点を減らさないとズルズルいっちゃうよ、本当に。いやー、負けられてじゃないんですけどね。さあ、8位ということで、シャペコネセットの勝ち点差、シュイトの勝ち点差、11に開きました。ちょっと厳しいよ、ここから。フラミンゴと差開いちゃったから、ここからどんどんね、追い上げ体制していかないと、リベルトドレス、もし負けたらこれ終わりですからね。そこをちょっと考えていかなきゃいけないよ、本当に、真剣にね。はい、最後コメントの紹介していきます。オシムヘン見るだけ見てくださいということで、オシムヘンちょっといないですね、これ検索しても。名前ちゃんと合ってますか？合ってないんだったら出てこないですよ、これは。はい、次のコメント、ソーザ獲得お願いしますということで、ソーザってどのソーザですかね、これ。フォワードのソーザなのか、でもフォワードのソーザだろうな、これは。まあ、ジエゴソーザだったら、まあ、複素強いんですけどね、これ。QPR で一回使ったんだけどね、カウ組織から上げて。うん、でもとてもじゃないけど獲得できないでしょ、これは。税金高いですね。103億ですね、これは。で、年俸が9億3000万ということで、とてもじゃないね、ジエゴソーザ、これは。レンタルでも厳しいんだよね、ソーザ本当欲しいけどね、ソーザみたいな。だからソーザ現実的じゃないから、こっちのジエゴソーザだったら獲得できます、これは。こっちだったらね。23歳でこれか。決定力あってフィジコンが強いのかな、これは。ポストプレイヤーか。でもスパサブついてね、ジエゴソーザね、獲得できなくはないね、全然。でもジエゴソーザ獲得するんだったら、あの、前回前のコメントで紹介したクリントンエンジかな、あれっちの方がいいから、クリントンエンジかなと思います、現実的にね、今獲得できそうなのは。はい、次のコメント、ランシーニとパボンを探してみてくださいということで、パボンは前回見たんでちょっと見ないですよ、これは。でランシーニに関しては今、ウェストハムの16歳。でもランシーニも獲得はしないですけどね、これは。面白い選手であると思う、これは。スピードも瞬発もあってね。でもタレスカの今のタレスカに叶うかといったら叶わないから、ランシーニもまあ検討かな、これは。うん、検討案件だね。キンテーラもいいし、問題ないかなと思います、今のね。クヤマの前線はね。はい、次のコメント。ファゲネラス番号23はどうでしょう。ダビド・ルイスはチャルシー時代の30や PSG 時代の32がいいと思いますってことで、まあちょっと今移籍間入ってないんで、ちょっと変えられないんで、移籍間入ったらちょっとルイス30か32にしたいと思います。はい。はい、次のコメント。DM だったらマスチェラーナどうですかということで、マスチェラーナ欲しいけどね、正直。で今これ、あれだよね、中国だよね。マスチェラーナみたいなのと潰しは欲しいね。マリーノがね、そしたらかわいそうなんですよね。あ、高いですね、普通に。無理だな、今の。移籍だとレンタルだったら獲得できるけど、今あまりカーフィーがいるからね、現実的じゃないんで、まあマスチェラーノもなしかな、これは。多分次のクラブだったらマスチェラーノ全然ありですね。はい、あとビトーロとイネ見てくださいということで、ビトーロ今アトレティコマドリードですね。まあビトーロ早いな、スピード結構瞬発もあって。でも左ウィング今いいかな。今問題点はね、ちょっと意外のバックアップですよね。まあペドロも点取れてんだけど、ちょくちょくですよね。だから毎回点取れるね、サブが欲しいんで、クリントンエンジかな、今んとこね、獲得本当できるのはね、彼が一番現実的かなと思います。はい、で今イヌイ、ビジャレアルの26歳ですね。まだ今イヌイ多分これ26は限界だろうね、これはね。多分ここまで伸びるのは、まあイヌイ多分代表で使うことあると思うんで、まあそこでね、イヌイは絶対活躍してくれると思うんで、頑張ってほしいかな。はい、次のコメント、レアルベティスのシジネイ見てくださいということで、シジネイ今22歳ですね。でもセンターバックね、うち株組織あれいるんですよ。ダビソンサンチするから、まあ特に問題ないからね、まあセンターバックもね。でもシジネイもいいセンターバックだと思いますけどね。まあスピードもあんまあるんで、まあでもわかんない、バルトラもわかんないけどね、下手したら出すかもしれない、これは。直的に見たらバルトラも多分あいつそこまで伸びんから、まあその代わりでシジネイとか入れるの全然ありなんで、まあ検討はさせてください。はい、はい、次のコメント、アーメドムサ探してくださいということで、ムサいいよねこれね。その他アルナスルにいるんですけどね、今スパサブついてるを獲得したいんですけど、あ、スパサブついてんじゃんこれ、獲得できんじゃねムサね。あ、年俸が高いなこれ、年俸下げないと厳しいですねこれね。でもレンタルでね、あのね、フォワードの控え獲得するのはあれなんで、やっぱ即戦力で獲得するのがね、レンタル席では一番効果的ですから、まあムサもないかなこれは。まあ一応リストアップに加えたんでね、どっか企業さんが貯まれば検討はしたいかなと思っております。はい、はい、次のコメント、ビリー・ギルモア探してみてくださいということで、ギルモア今スコットランド人の17歳ですね。ギルモアこれな、 FIFA でなんかあれかな、重宝されてんのかこれは、わかんないですけども、中盤ももういいんで十分ね。もうしかも今総合値66だしね、ギルモア。でも伸びればなんかワンチャンありそうですけどね。まあでももう中盤はね、確実にいますから、あの一応ね、見るだけということでもう十分なんで、はい、こんな感じということで、はい、よろしくお願いいたします。はい、次のコメント、アリムワザリという選手スピードがあっていいですよということで、アリムザリね、今カタールね、37歳、未所属ですね。これ転生したらだな、アリは。多分これアジアカップで日本やられたやつでしょこれ、多分。あのなんかオーバーヒート決めたやつじゃ なかったっけ。こいつは欲しいですよ。スパサブついてないか、あのスピードあるからね、なんか育てればスパサブもつくし、なんかいいかなと思いますけどね。転生したらアリはね、全然ありだと思います。大事あれかこれ、ありはありだと思います。なんだよこれ。はい、次のコメント、サイドアタッカーになりますけど、テュラムやマックスグラデルどうですかということで、テュラムこれですかこれ、サイドアタッカーって、これこれだよね多分ね。うん、まあスピードあるんだけど、今もうサイドいらないっすね、もう今ね、問題ないっすこれは。ビチーノとあれいるんで、リシャルソンいるんで、まあいらないかなこれは。まあビチーノとかもわかんないけどね、まだ今後クリアバにいる可能性はね、離れる可能性ゼロじゃないんで、まあそこがどうなってくるかですよね。まあそこの彼らの調子次第でわかんないですけどね。テュラムは入れるかもしれないですね。はい、そして次ですね、マックスグラデルなんですけど、コートジボワールのノアシェラン26歳。早いよねグラデルね。ちょっとジェルビ
ビーヌっぽくないこれ、なんかジェルビーヌに近い感じかもしれないから、まあグラデル全然ありですよこれは。早いしね、決定力もあるし、グラデルいいっすねこれね。さっきも言いましたけど、ビチーノとリシャルリソン活躍次第ですね、彼らがどうなってくるかで入れるか検討します。でもグラデルはすごくいいと思うんで、これはちょっと検討させてください。はい、はい、次のコメント、ウーレイお願いしますということで、ウーレイは前回見たので今回はパスです。はい、次のコメント、レアルソシエダのウィリアン・ジョゼ見るだけ見せてくださいということで、ジョゼは21歳ですねこれ今。ジョゼとかいいねこれね、全然ね。スパサブはついてないか、まあでもありですよね全然ね。まあでも俺ポストプレイあんま苦手なんでね本当ね。でもまあ意外の今ポストプレイみたいな感じだから、まあでもタリスカルが2列目抜け出す形を作るんだったら、やっぱりラインブレイカーよりポストプレイヤーの方がいいかもしれないですけどね。うん、これ現実的に全然ジョゼもね全然構想の中に加えていいと思います。はい、次のコメント、リバプールのブリュースターどうですかということで、ブリュースター今その他ですね。ブリュースターも伸ばせば全然あれだよね、確実に。ブリュースター固有になってほしいですけどね。獲得はいくらいできるかな。うん、普通にできるね。ブリュースターありだけど、前田より一体伸びるのかって話ですよこれは。前田をちょっと今ガチで放出しようとしてるんで、だったらやっぱりクリントエンジじゃないですか。エンジは一番いいと思いますこれは。前田より全然スピードあるし決定力も高いんで、ブリュースター獲得するんだったらクリントエンジがね今現実的にコスパがいいかなと思います。はい、次のコメント、元ブラジル代表の復帰と元オーストラリア代表のケネディはどうですかということで、復帰いいですよね。でも獲得できないと思うよ多分これは。うん、無理ですね。税金83億円で年俸2億8000万ね。復帰が欲しいね正直的にマジ でバカするよねサイド右に絶対置きたいんだけど、復帰はちょっと 2,3 年後だね。まあでも 2,3 年後俺クイヤバレか分かんないからね、まだね。クイヤバのこれシリーズ長期的に続くかちょっと分かんないんで、復帰はまあちょっと次のクラブかもしれないですね復帰はね。はい、ケネディはねちょっと探したんですけどいなかったので、ケネディはちょっとパスですね。はい、次のコメント、マラングサールってどうなってますかということで、サール今34歳のニースですね。まだ34で77あるのすごくでかいですね。まあ獲得はしないですけどね。まあセンターバック今と獲得したいなと思うのはサンチェスとあと誰かですね。ちょっと今回紹介した中で確か言ったと思うんですけど、まあバルトラがね今調子悪いですから、そこをね補えるディエンダーがちょっと欲しいですね。今のダビドルイスとマナラスを脅かせるようなセンターバックをちょっと欲しいかなと思っております。はい、今回もねたくさんのコメント本当ありがとうございました。まあ今ね本当獲得したいなと思ったのはグラデルですね。まあでも移籍金が足りないんでもうどうしようもないですけど、グラデルのスピードはちょっとね QPR 時代のジェルビーニをなんか思い出させるようなね、まだ使ってないんで思い出すも何もないんですけど、まあ欲しいなと思いますけどねグラデルは。まあ全然いけますからねこれはね、26歳でスピードは多分ここから伸びてくると思うんで、まあグラデルは欲しいかなと思います。で今現実的にねちょっと夏獲得したいのデホなんですよね今ね。デホかクリントエンジですねこれは。スピードすごいあるんでね。でエンジがもし無理だったらデホを獲得狙おうかなと思ってます夏はね。あの年俸がちょっと厳しいかなこれは。まあでも年俸下げればいけなくないかなこれは。まあでも夏に多分あれですね、多分マクケニー、ラビオ、そして前田が多分売れると思うんで、3人売ればいい金になると思うんでね。まあそこをなんとか売れるようにね努力して売ってからエンジは獲得しようかなと思ってます。うん、そこですね。まあ今補強したいの、まあエンジをもし補強しちゃったら補強するとこないんで、まあないですかね今のとこね。まあちょっと僕にねこのポジションちょっと薄いんでなんとかね補強してほしいですというね、なんかコメントあれば全然ね提案していただいて構わないですけど、まあそこ提案できる方いたらはいお願いしたいです。いや今回2連敗ですよ。失点がこれ5失点だからね試合で、これ止めとかないと本当勝てないよ。まあ次サントスとアトレチコ5年生で裏でやってくるんですけど、ここなんとかしたいの本当ね。だって次あれかな、夏に誰か取るかもしれないんで一回、アトレチコ5年生までハイライトでやって、でその後ですね、その後ちょっと動画にしていこうかなと思います。はい、まあ俺がね基本的にあれだよね、もうパスコースが切ってれば全然今回の失点も防げた失点ねたくさんあるから半分以上防げたから、まずパスコースをなんとか切る、そこですね本当ね。あとミスなくす、それだけです。それなくせば無失点抑えられますから、ちょっと次のサント戦でねそれちょっと実践していきたいと思います。はい、という感じで今回ここまででご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。 See you。 でファゲネル、はい入った、クロス、いいよボール、いいボールってヘディングシュート来たー、イワイン、イワインが来た、オッケー、イワインやっと目覚めた、オッケー、ファゲネルのクロスから、いやなんか久しぶりになんかこういうクロスからの形ができましたね。イワインが目覚めたよ。これマウコンからね、ファゲネルですよね。こっから調子上げてくるなと言えばいいクロスだった。やっと実ったイグワインのヘディングシュート。さあ中マウコンか誰だ、タリスカがヘディングシュートか、ヘディングシュート、リシャルリソンだー、来たー、リシャルリソン今シーズン2点目、コーナーからです、タリスカのコーナーから。リシャルリソンちゃんとヘディング、これポストの朝素晴らしい。ブラコ、うん、そう、おイグワイン来た、シュートー、サントスのミスからイグワイン今日2点目、オッケー、やっとだ、やっとクエバ攻撃陣が復活か、素晴らしいね。今日サントスおかしいよ、今日5位なんですけど、サントスね、これここですよね、こっからこのミスからですよね、こっから当ててイグアイはこのミスは見逃すわけがないよこれは。さあ今日ハットトリックはなるか、イグアイハットトリックなってほしいね。さあイグアイはハットトリックかな、クロス入ってきて、さあシュートが来たー、誰、タリスカだー、4点目、素晴らしい形。サントスは今日完全に崩壊しております。これは攻撃陣が3枚かな、これ前線のすごいね、これはファンタスティック4、クリアバのファンタスティック4が目覚めている。イグアイ、タリスカ、リシャルリソンの素晴らしいね、3人素晴らしい、スバーレス切ればいい、切ればいい。で、タリ、あー、ここへ入ってきた、シュートー
サントス1点返された。失点が続いてんなこれ。今切ってたよコースは。一瞬だよね本当に。わずかのスペースにも与えたら確実にもうワントップ入れてくるからね。ここですよね。これ切ってたんだよセバリオス。これちゃんと、でもこれセバリオスもう簡単にこれ右行ったらアウトですよね。もうね W レイス。そうよーし勝った。オッケー4対1。失点はしましたけども何度か勝ちました。得点力上がってるからね。今回みたいに4点取れる可能性もないから、そんなね高くないから、まず無失点で抑えていきましょう。トラウコ上がってこい。トラウコ今日好調だからクロスがいいもの持ってるはず。さあクロス入ってきて、さあイグワインか。ヘディングシュートもう一回。イグワイン左足シュート来たー。イグワイン2試合連続ゴール、2試合で3点決めてるイグワイン。今日不調ですけどもイグワイン出しました。やっぱりこれですね、イグワインを出しちゃいけない理由は。不調でも結果を出そうと、これが本当のストライカーイグワイン。やっぱトラウコ好調だったんでクロス良かったですね。イグワインはこのセカンドボールの反応が良かったですね。この後の反応が。こっからボレーシュート素晴らしい。よしよしよーし勝った。 1-0 2連勝リーグ戦素晴らしい。調子上がってきてます。イグアイの1点を守りきって勝利です。